ホロリのゴーゴーダイエット。行きます。玄関入ったか入ったか。やばダメなの。リーチエンジェルのゴーゴーダイエット。どんなポーズだっけ。俺も手が動くか分かんないやつだけどね。合ってます合ってます。はい、ということで、はい、ゴーゴーダイエット2回目やってまいりました。はい、この番組は、南ゆらさんと琴美さんが、はい、チャグラを打ちながらダイエットしようというそんな企画になってます。途中ポイントなんかでね、はい、あの縛りがあったりしたんですけど守った。はい、守りました。お2人とも力強い感じですね。やっぱでも本当にお茶と水しか飲んでなかった。グミは食べなかった。食べてないです私。偉いっすね。その成果が今回出てるのかどうか。はい、軍資金の説明をさせていただきます。まずはですね、私たち体重測定をさせていただき、前回よりも体重が 300g 以上減っていたら緑色、こちらで 300g 以上減っていると2万円の軍資金をゲットできます。またこちら前回よりもプラマイゼロですと軍資金が5000円もらえます。そして 300g 以上前回より増えていると軍資金はもらえません。はい、はい、はい、じゃあ乗ってください。はい、乗ります。あ、減ってる。見て、ちょっと待って、ちょっと待って、色変わらない。あ、キープ。 300g も減ってない。青ですね。キープ、青、キープです。はい、それでは南さんも行ってみたいと思います。はい、行きます。なんか赤出そうで怖えわこれ。あ、お、これ前回覚えてない数字。これなんか出てくる色が、あ、緑。とりあえず今回じゃあ、はい、2枚分式と5点分式ね、はい、やっていきたいと思います。カード途中なくなると、なくなるとどうなる、どうなる。え、俺の口から言えないようなひどいことがあるんで、ね、今回も頑張っていきたいと思います。それではリーチエンジェルのゴーゴーダイエットスタートです。まあ今回お邪魔するホールが、はい、パールショップともエキサラズ店です。はい、ということで、はい、ポロリのワンポイントジャグラーコーナー。今回2人が選んだのがジャグラーガールズ。ジャグラーガールズの特徴なんですけど、ジャグラーシリーズの中で一番レギュラー確率の設定差が少ない機種になってます。レギュラーの回数で設定を見ようとすると間違えることが多いんで注意が必要です。だいたいですけど、設定6、270から、そうですね、設定1でまあ400分の1近くになるんですけど、まあ小さめなんでね、注意。でビッグはね240から287ということでね、愛着系よりは大きめになってるんで、まあビッグもしっかり引くのが大事です。設定判別が難しいジャグラーガールズ、さあ2人はしっかり見極めることができるんでしょうか。噛みましたけどね。私ジャグラーガールズ打つの初めてかも。
私もだ。でも多分言われてみればいつもマイジャグとか。そうだよね、多いですもん。あ、ほら帽子だ、やっぱ帽子帽子やった。まだわかんない、でもわかんないですよ目押し。30回特設ステージお願いします。あ、やなんだけど本当に。はい、それではね、南ゆらさん30回スクワット罰ゲーム特設ステージです。ゆらさんお願いします。ほら立って立って立って、真ん中真ん中真ん中ガチ泣きしてますよね。どうしたらいいですか私。ゆらさん、頑張ろう。光りますように。なんか今、ほとみちゃん軍資金が切れちゃったんですよ。で、軍資金を手に入れるために10分間のステージの演出を。よ、かわいいよ。ねえ、いいよ。よ、大統領。ちょっと光んないんで、あっちの方に移動したいと思います。しかも昨日これ5000枚ぐらい出てるんで、ちょっとねこの後続けても厳しいっていう判断に至ったんで、ちょっと移動します。光りました。なんとミスっちゃダメ、頑張って。いくつだろう。あ、202ゲームで光ってますね。
するんだよね。そんなわけでとりあえず、はい、ようやく5ポイントたまった。やっとですよ。はい、まあ、1枚引いてもらいましょう、はい、前回はことみちゃんに対する縛りを。ちなみにですね、はい、収録が近いところであります。言ってしまうと明日あります。そうだ。なんで、これは次次回までの縛りです。次回までだと近すぎるから、次次回まで、次回ね、次の次の、はい、次の次まで、はい、どれがいいかな。約1ヶ月です。はい、いいですか。はい、君に決めた失恋なに。お水とお茶飲み。あということで、5ポイントで1人に対して1枚引けるんで。あ、そうなの？え、知らないですよ。ナナさんも知らない。なんで？なんで？ですか？これが、ことみちゃん。ことみちゃん。お、復帰30回、ツイッターアップ。はい、よし。はい、まず1個目いきます。あは、はい。なに？高めてない。はい、次行きます。あ、いきなり来ました。ゲホ禁止。いいね、いいね。あ、辛いよこれ。辛いね。みなみさんは、カメラマンの特別ダイエットと、はい、ゲホ禁止。ちなみにカメラマンの特別ダイエット、前回何やりましたっけ。前回私は、靴を毎朝右足から痩せる痩せると思って、で思い込みで痩せようと思って、待って、でも結構実家に帰ってて夜中すごい食べてたんですよ、みんなで飲み食いしてたんですけど、いや、変わってないんですよ、でもキープで。あの、ポジティブだね。俺それ聞かなかったって言うんだと思うんだけど、そこポジティブだね、すごいね。なんかって言ってるんで、はい、多分少なからず、やっぱ気持ちの問題ですよ。多分だけど、やったー、来たー。
対やりたくないな。もうなんかご飯食べた後だから余計にやりたくないですよね。それもなんかパールショップとエクサラーズ店さん、今回ね特設ステージでっかいのを用意してくれたんですけど、もうむちゃむちゃ恥ずかしいんですよ。めっちゃ恥ずかしいですね。恥ずかしいよ。なんかヒルハさんのせいで余計恥ずかしくなってきた。6536分の10だから6553分の1、まあ中段チェリーです。はい、まあ、しゃーないリプレイは、はい、はい、ただいまのお時間なんですけども、カメラマン島田がポロリさんのところに行ってる間に、はい、私たちなんとねペカったんですよね。ペカったんですよ。ホタミちゃんがなんとビッグボーナス2回のうち1回はゾロ目、22回転で光りました、はい、で私もレギュラーボーナス1回ということで、お互いねポイントがたまりました。はい、なのででもそろそろちょっとエンディングの時間も近いので、規制のねカードはエンディングの時に引いていこうかなと、そうですね、はい、思いますので、この後もね残りの時間ちょっとジャグラー回していきますので、あとは次の収録に向けてのサマイスだね。あ、そうですね、今日車来ちゃってるけど私まだ4000円しか使ってなくて、マジで。こだみちゃん今日12000円、そうね12000円使ってます。使ってるからちょっとね取り返して、マジでジャグレーし続ければね、でも今いい感じだと思うね、頑張れば、はい、はい、行ってきますので応援してください。どうなるんだろうね、楽しみ、はい、それではパールショップと萌えといえば結構沖スロが有名みたいなんですけど、ちょっと沖どきの方を見に行っていこうと思います。で一応ここにポロリさんが売ってるので、ちょっとねポロリさんの様子も兼ねて見に行きたいと思います。あ、いや見てください、これ今4連してますよ、ジャグレーン4回、出てる。やばいですね。あ、すごいですね。こっから見ても分かるようにすごい出てるんですよ。やばいですね、めっちゃ光ってる。見てください、これ箱やばくないですか。14連チャンしてますよ、ビッグ。やばい、オキドキすごいですね。みんなめっちゃ出てますもん。やばいですね、このお兄さんも14連チャン多くないですか。14、15連チャン当たり前みたいな、21連チャンすごいですね。2、4、6、8箱、9箱、やばいですね、めっちゃ出てますね。私たちが打ってるジャグラーもね負けてないんですよ、お客さんの入りもすごくって。ちょっと次はねジャグラーの方も見に行ってみたいと思います。はい、続きましてこちらジャグラーコーナーなんですけど、パールショップともエキサラズ店ではオキドキもやっぱ人気なんですけど、今こちらポロリさんが売ってる島なんですけど、ここの島もね結構移動できないくらい人がいっぱいで、私とかユーノさんが売っているあっちのブロックのジャグラーもすごい人がいっぱいで移動できないくらい大人気なんですよ。ってことはあれですよね、ジャグラーコーナーもそれだけ楽しめるっていうことなので、オキドキだけじゃなくてジャグラーもねもちろんすごくおすすめになってます。お客さんの数やばいですよね。結構6のつく日とかもここ有名って聞いてるんですけど、6のつく日じゃない14日の今日もこんだけ入ってるってことは6のつく日すごいと思うので、結構私それ見てみたいんですよね。はい、ということで実践終了となります。お疲れ様でした。はい、ということで私投資は1万円、そしてことみちゃんは12000円ということで、でもね受け皿を見てみるとコトミちゃんの方が若干多くて、で今ちょうど私もビッグボーナスが出たので本当に数えてみないとどんな結果かわからないんですよ。なのでねこの後エンディングで結果発表していきたいと思いますので、ぜひですね楽しみにしていてください。はい、もうね実践終了の時間なんですけど、こんなに出てるんですけど今実はペカってます。
本日のラストボーナス、えいやリプレイだって、えいやリプレイだって、本日のラストボーナス、しゃーないしゃーない、いや単独負け多いんでね、いい台なんだと思います。さあそんなわけで実戦終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。私はですね、途中から自分の台出しまして、2人が出しまして全く知りません、最初に言っておきます。私が多分一番勝ちました。1526枚という勝ちです。前回でも負けてるんで、まだ負けが残ってます。はい、そんな感じですけど、はい、気になるのはこっち、はい、負けた方が次回で、ただし、はい、前回サイコロを振りましたが、今回は明日収録なので衣装を用意する時間がありません、はい、ということで、現在用意できるのが大正区か婦人警官なんですけど、はいはいはい、このね、南さんの足臭い大正服を一生懸命汗がついてさらにもう一回着るっていうのもちょっとあれなんで絵がばりした方がいいんで、婦人警官をね、着てもらうんですが、はい、結果は結果、はい、私がですね、マイナスの141枚、はい、はい、で、私がマイナスの161枚で、20枚の差しかないんですよ、これ確かに、まあ、私だって勝ってたの、そうだ、いい話だ、コスプレ嫌だと思って、めっちゃ途中からスピードめっちゃ速くしたら、隣のもんです、はい、嘘でしょ、まあしょうがないね、しょうがない、はい、下打ちとかやめてくださいよ、感じ悪いから、はい、次ははい、もう一枚、で、私が結局、お茶水しか飲んじゃダメ、あと腹筋30回をツイッターにアップするだけです。はい、という2つを守ってください、はいはい、1時間の収録までです、はい、で、南さんが私は揚げ物の禁止と、はい、あと腹筋30回をツイッターにあげる、はい、だけですよね。あれ？すっごい忘れちゃった。腹筋30回。ディレクターのダイレクト。ディレクターは何するんですか？多分ね、あいつ考えてない。残念ながら琴美ちゃんの追い込み届かずということでね、今回みなみさんの勝利となりました。はい、ちなみにね、私の勝ったデイリーミサイルステークスはね、残念ながら届かず残念な結果になりましたけど、次回は勝てるようにしっかり頑張っていきましょう。はい、例のポーズで締めたいと思います。リーチエンジェルのゴーゴーダイエット。もうね、個人的にでも2代目は良かったんですよね、すごく先生とかも良かった気がするんですよ、結構ついてたんで、で、もっと私台見たかったんですけど、結構多かったですよね、今日多かった、沖時計の方にも行ったんでしょ。あ、行きました、行きました、なんか21レンチャーとか15レンチャーとか、そんなにいます、ざらにいました、びっくりしました。ジャグラーも結構ね、箱積んでる人もいたから、そうなんですよ、移動できないくらい人が多いところ、私たちの台も、なんやかんやでも結局良かったもんね、結局です、お待ちしております、はい、はい、じゃあみなみちゃん、今日あの体操着てるから最後になんか体操っぽいやつ一括やってもらって。何ですか体操っぽい、体操着着てるから体操っぽい、体操、なんかほら、なんかやってる、なんだ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 、前日もビーチエンジェルが来店してたということで、ビーチエンジェルさんからメッセージが